フレア・スターク・ヘルベルト・アーノルド・オリビエ・フレア・スタークは、イギリスの探検家、旅行作家、東洋学者。イギリス人の父とイタリア系の母の間に、パリで生まれた。両親とも画家であり、母方の祖母の家がジェノアにあるという理由で、幼少期の大半は、北部イタリアで過ごす。9歳の誕生日に、おばが、千オヒトよ物語を送ってくれたことや家の近所に、 シリア人の宣教師が住んでいたことが、フレアに東洋への憧れをかき立てた。病気で数ヶ月間も身動きできない期間にフランス語の小説を好んで読み、ラテン語にまで手を出した。ロンドン大学のベックフォードカレッジ、東洋学院でアラビア語とペルシア語を学び、第一次世界大戦中はイタリアで看護師として勤務する。1927年11月に、久しぶりに、 アーツォロを訪問し、そこから船便で、ベールートへ向かったのが、最初の東洋旅行である。レバノンにいた詩人ジェームズ・エル・ロイ・フレッカーの自宅と、イギリス高等弁務官がいるバグダードを根拠地にして、周囲を旅行している。1931年から彼女は、ヨーロッパ人がほとんど行っていない、イラン辺境を通さし、アラビア半島南部への危険な探検も一人で、観光した。 第二次世界大戦中はイギリス情報省に所属し、連合国へのアラブ勢力の加盟へ、少なくとも中立を確保するための宣伝活動に従事した。1942年、アラビア周辺の探検、研究に対して、イギリスの王立地理学会から金メダルを贈られた。1947年に東洋学者で歴史学者のスチュワート・ペロウンと結婚する。 その後も90歳代まで西アジア旅行を続け、1972年には本国からデームの位を授けられている。アーゾロで没する。ありがとうございます。